Yeah, I'm not giving you some money. One, two, three. Help! I need somebody help! Just anybody help! You know I need someone help! And I'm young, as young as you can. Oh,
映画の中ではビートルズがスキーを捨ててるシーンで流れてくるんですね。チケットライドってなんか変な英語だと思ってて、ゴートゥイートみたいななんか変な英語じゃないかなと思ったんだけど、ネコリさんチケットライドって英語、うん、変な英語だよね。ちょっとね。でこれは一説にはあのライっていうのがあるんですかね、渋谷でライっていうチケットライっていうところに行くチケットだっていう意味だそうですけど、今ちょっと上にいるクリスさんっていうのはイギリスの方で、私が毎週末犬の散歩で勝山にある公園、公民にある公園に行くんですよ。そこで知り合ったクリス君です。でさっき聞いたらなんとクリス君はリバプールの出身になっちゃって、これからビートルズのこといろいろ聞かないでね。じゃあリバプール名前で歌いますか、次は。でもクリスさんはリバプール名前じゃないんだって。ない忘れちゃったの。忘れちゃった。なくなっちゃった。残念。まあ河口湖のいろいろ外人の方いっぱいおられてね、まあ、そういうところで知られることもあるのかなと思って、なかなか田舎の生活も楽しいと思ってます。あ、次。次。これは次はですね、まあ、皆さんも聞いたことないですけど、ないかもしれないと思うんですけど、アジャスティンフェイスっていう。日本のタイトルは夢の人、という曲で、でスキフルっていうんですかね、昔洗濯機だとかこう擦りながらリズム取ったり、たらいの穴開けて棒つけてそこに糸を張ってベースにしたりとかっていうね、アメリカの、まあ、ディクシーミュージックで発生したのがイギリスに入ってスキフルブームになって、まあ、ジョン・レノンが最初にバンド組んだのはスキフルのバンドだったんですね。で、まあ、その影響がある曲じゃないかなと勝手に思ってます。仮説ですとかって。はい。ワン、ツそうかもしれない。かといって F で弾くと
とちょっと弾きづらいね。まあ、ビートルズの中で一番有名な曲だと思いますよね。あのビートルズがどんだけ有名かというと LP そのもので10億枚とかって信じられないあのアルバム数ですね。日本でなんだっけミリオンアルバム、あれって確か井上陽水の氷の世界が初めてだったと思うんですけど、100万枚ですからね。10億枚っていうとどういう規模なんですか。まあ、何しろ、まあ、ビートルズそれだけ、まあ、売れた中で最も有名な曲が、まあ、このイエスタデイという曲ですかね。あの宇佐橋健が切々と歌います。大変です。今宵宇佐橋健が切々と歌い上げるイエスタデイでございます。ストリングスイッチですか。ストリングスイッチをちょっと入れて。あ、ストリングスね。あのマークのストリングスの曲ください。せーの。Yesterday, all my problems seem so far away. Now it looks so need to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.
からもう、まあ、ビートルズ、コピーバンド、世の中にいっぱいいるんですけど、皆さんもね、やるんですけど、とっても難しくて、これなかなか突破できるんですね。はい、じゃあ次は中村さんがギターを取り替えました。はい、なんでですか？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 それこそオープンチューニングで、ね、このスタールの音っていうのが、なんとも変な音っていうか、フォークギターで再現するにはなかなか、ご存知のとおり、ビートルズがね、あの後期になると、ジョージがインド音楽にハマって、スタールを結構使うようになって、次の曲もスタールが登場するのを、この中村さんの若テクで再現してしまうと。いろん なんかチューニングとか考えてやって、これが一番なんかスタールっぽいっぽいかな、かなと思ってやりますけどね。どうぞ、何の曲やるかって言ったんだっけ。やってない。何の話があるんだよ。次はノルウェージャンウッズっていう曲 で、まあ、日本ではノルウェーの森っていうね。で、クリスさんね、ノルウェーの森ってないよね、ノルウェージャンウッドが。ノーウェアジャンウッドっていうタイトルがノルウェーの森って訳されてるけど、え、違うよねって。ノルウェーの森。え、彼多分英語間違ってた。ノルウェーの森だったらウッズなんだけど、じゃノーウェアジャンウッドだから多分ノルウェー のファーニチャーとか多分インテリアという意味だと思うよ。わからんね。はい、じゃあ行きましょう。すいません。あ、いいの？どうぞ。はい、誰もいないんですよ。9時5分になっても誰も来ない。
おかしいなと思って、で、ここの川口君もね、あのステラシアターのオフィスに電話したら、あの女の子が出てきて、え、入ってませんけどとか言われて、え、マジですかとか。で、もともと8月9日にやろうとしてて、でそれがコロナで延期して10月10日にしたんですね。で、その手続きちゃんとやって、アンコールして再提出したんですけど、まあなんか受付の女の子もいい加減で、その、まあリバイスされた、あの、10月10日の使用許可書をくれなかったんですよ。前に持ってきてたらそのままでいいですかとか言われて、で、来たら誰もいないって言って、で、電話したら入ってませんとか言われて、え、どうすんの、もうみんな呼んじゃってるよと。で、いっぱいポスターだとかで作ってきたのにどうすんだこれはとか言って、それで慌ててなんか今日ね来てくれて、まあたまたま今日他の人とダブルブッキングになってなかったから、あのここの管理してる家にいらっしゃるって呼び出して開けてくれて、それで予約できるギリギリのとこでした、実はね。あ、どうだったの、もしね、ダブルブッキングだったらどうしたんだろうね、今日。じゃんけんくんさ、そもそもで庭でやったんだよ。庭でやったんだ。はい、じゃあ次は、ノーエン。ワン、ツー、スリー。He's a real woman sitting in his nowhere land, making no his nowhere plans for no
もともとボルドが好きなんですけどね、ビートルズの出会いで言うと、僕は中学校2年ぐらいですかね、2年ぐらいだと思うんですよね、ビートルズ興味持って、でそれで初めて11PM でビートルズ特集ってのがあったから、であの当時中学生が 11PM なんか見れなくて、で確か親が寝静まったところで居間に一人でスッと行って初めて 11PM をつけたんですね。でそれで確か松岡貴子さんとかやってたと思うんだけど、そこで初めてレディという牧場でポール・マッカートニーが I've Got a Feeling を歌う姿を、動画として初めて見たんですね。で当時、今と違って YouTube がないから、動くビートルズって中学生見れなかったんですね。想像もできなかった。それがヘゲモジャの、ポール・マッカートニーが I've Got a Feeling を熱唱している姿を見て腰抜かしましたね。あ、もうこれしかないな俺にはと思って、それ以来今日までビートルズの人生が続いてるっていう。次の曲お母さんの前でいいんですか、そういうビデオ見てでもって言って多分聞こえてないじゃあミシェルに行きましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。ミシェル、マーベル、ディザーベル、最後ということで
応皆さん忖度していただいて、あのこれはジョン・レノンの有名な曲ですね、In My Life という曲でございますけれど、あの今中村が着々と準備をしておりますが、この後半にトリプルアクセルを持ってくるところが無事着地できるかどうかが問題なんですけど、それはすごく嫌だ中、まあ、感想でね、あのジョージ・マーティンがあのピアノを入れてるんですよね。でそれってあの2倍なんだ、遅く取ってそれをまた2倍速で戻して、だからジョージ・マーティンもピアノがそんな早く弾けなかったんじゃないかと思うんですね。それを原曲スピードでしかもギターでやるというのは横浜市で多分中村ぐらいしかできないんじゃないかな。いや日本でなかったんですけど、ところがね、これ後半にトリプルアクセル持ってくるとなかなか着地できないと思うしかもね、これ還暦すぎてんだからちょっと原曲練もゆっくりやってよって言って散々言ってんのに、だん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 曲がカウントなんだ、一番最初は遅い、ところがね、だん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 速くなってきちゃって、感想の頃になると原曲よりも速いの、原曲いじめだよね。それで、で、まあ、できなかったら失敗した失敗したってで、そんなつもりないです。そうですか、あつもりないです。頼みますよ、次頑張りましょうね。そうだ、それはい、じゃあ頑張ります。ワン、ツー、あとフリーから、はい、はい、ワン、ツー、スリー、フォー。